オールインワンの読書体験を提供する水星ブッククラブ今月の5冊です2月は初めての試み文庫本特集です今までは文芸書の単行本をこの3ヶ月揃えてきたんですが今回は初めて5冊とも文庫本をピックアップしました、まあ、自然と過去の名作になるわけですがもともとの本が刊行されてからだいぶ時間が経っているのでその分歴史的な評価も定まっている 解説動画では語れることがたくさんありました、まあいつも大体どの解説動画も20分1本20分に収めたいなというふうに思っているんですけどついつい話しすぎてしまってそれを超過する再生時間になってしまいましたどのこの5冊どの解説動画も大ボリュームになっていますで今回の今月の動画についてはもうすべて配信中ですので 水星ブッククラブ公式サイトからご覧いただけますの本は、その月、まあ、今月の5冊と、それから来月の5冊、計10冊の本が、サイトから購入できるようになっているので、まあ、1月時点で、この5冊は購入できるようになってたんですけれども、すでに人気で売り切れている本があります。 それから5冊全巻買ってくださった方も決してお一人ではなかった複数人いらっしゃったんです2月っていう時期はですね出版の世界の中では本が売れない時期って言われてるんですよ1月っていうのは、まあ、子どもたちはお年玉がある時期であって本を買いに来るわけですで2月を挟んで3月4月 っていうのは、まあ、新生活が始まる時期でもあるので、えー、新しいことを始めようっていう、えー、学習意欲とか、えー、それからあ今までちょっと本読んでなかったけどやっぱり読みたいよなと思って手を出す人っていうのがたくさんいるんですでもこの2月っていうのは言ってみれば何もない時期なのでなかなか本が売れないというふうに言われている。 一年の間に何度か売れない時期っていうのはあるんですけれども、まずこれが2月に来るんですね。でも、水星ブッククラブ、だいぶ元気にやってまして、本の売れ行きもいいのと、それから解説動画についても、お褒めの言葉をたくさんいただいております。いつも会員の皆様どうもありがとうございます。あの、水星ブッククラブ、毎月の選書にはですね、まあ、あんまり表には出していないんですけれども、選書する運営側としては、 隠れたテーマを設定していますで今回の2月の5冊のテーマというのは単品集であることなんです。こう、1人で読んでいたとしても、ああ、面白いっていう風についつぶやきたくなるような本であり、しかもどこで中断しても構わない本。でそれでいて、えー 読書習慣がない人にも自信を持って進められる本であって、えー、そして気楽に進められる本であって、まあ、本を読むのが好きなんだけど、最近何を読もうか迷うなっていう人でも、この5冊から読んでいただくと、とにかく面白い、そんな風に感じてもらえる読書体験が待っています。じゃあそしたら、今回の5冊、1冊ずつ紹介しましょう。 まず一冊目は、収、え、英、ー、者文庫から刊行されています。谷川俊太郎の詩集、二十億光年の孤独です。まあ、この本は手に取ったことがある方も意外と多いんじゃないかなと思います。あの夏の文庫本フェアなんかで、収、え、英、ー、者文庫はこの本すごく推しますよね。この解説動画では、詩集の詩集が 文庫本で出版されるということ。しかも、存命の詩人の自由詩、短歌とか俳句みたいな定携があるわけではない、自由な言葉遣いで書かれた詩というものが文庫化されるということは極めて稀なんです。でそのあたりの事情というのを、この20億光年の孤独の解説動画ではお話ししています。でこの この本に関する解説動画はま、あ,あまりにも話したいことが多すぎて、1本目と2本目、上下みたいなものですが、2本に分けています。1本目が、この詩が文庫になりにくいという事象。 詩の文庫がないから読書を、詩を読む人が少ないのか、それとも,も読者が少なくてお金にならないから本が作られないのか、鶏が先か卵が先かみたいな話なんですが、私としてはいやいや、作んないから読者が増えないんだよというふうに思っている立場ですけれどもね、この20億光年の孤独は、 本当に珍しい存命の詩人のいわゆる現代詩と呼ばれている難しいというイメージがもう固着してしまっているタイプの詩集なんですで。しかも日本語表現の歴史においてとても重要な一冊なんですが、まあ、この本をどういうふうに読んでいくかそれも今まで詩を読んだことがない人がどういうふうに楽しめるかっていうのを考えたときに詩の読み方をレクチャーする っていうのは、まあ一つのやり方なんですが、どんな風に読めばいいのかっていうのは、知ってそもそもどういうものなのか、どういう存在なのかっていうのを知るのが一番いいんです。こう、私が今までいろんな動画で語ってきた経験上を、 詩とは何かっていうことを根本部分を把握することがある程度把握するともうその後は詩っていうものをずっと面白く読んでいけるわけですね。そのあたりのことをしっかり解説しています。でこれが解説動画の1本目で。2本目はこの谷川俊太郎という詩人がデビューした当時、 周りの人たちからはどういうふうに見られていたのか、どういう才能が出てきたというふうに評価されていたのか、この部分を当時の資料を紐解きながら詳しく解説しています。まあ、そして一番最後には、この谷川俊太郎、当時としてはこの新鮮な表現を繰り出してきたというふうに言われているんだけど、実はフランスの詩人ボードレールの影響がありますよとか、それから 私がこの詩の一番最後の部分でどういうふうにこの表現を読んでいるかっていうそういった解説実際の,この中身の部分も少し解説しています詩は読む人っていうのはやっぱり少ないし詩なんてつまらんよというふうに思っている人も多いかと思うんですけれどもこの日本の出版物の中で一番 手軽に手に取れる、そして多くの本屋さんで見つけやすい詩集というのは、まずはこの本なんですよね。なので、これを機に、この二十億光年の孤独、読んでみていただいて、詩って面白いなって思ったら、私も今までこの YouTube チャンネルで、この詩が面白いっていう話をいろんなところでしているので、そこに手を出していただいて、小説よりも、 面白い詩の世界。実は、他のどの文芸ジャンルよりも歴史と奥行きを持っている詩という世界を楽しんでいただけたらと思います。それから2冊目です。この本、なかなか知っている人少ないんですよね。私はとても好きな本です。新潮文庫から刊行されています。ポール・オースターが編集したナショナルストーリープロジェクト第1巻です。あのこれは 2本の、まあ、第2冊目もあるんですけれども、水星ブッククラブでは、の上下巻とか、えー、複数巻にわたるもので、それからシリーズものの途中のものっていうのは取り上げないという方針なので、第1巻だけ取り扱っています。で、実は今の段階で売り切れてしまったの、この本なんですよ。 ちょっと2月中にはえと入荷はしないかなという気がするんですけれども、まあちょっとなるべく頑張ります。入荷できるように頑張ります。で、この本は、ポール・オンスター、まあもうアメリカ、現代アメリカ文学を代表する作家ですね。まあ、いいかどうかはさておいて。このポール・オンスターが1999年に アメリカのラジオ局というかラジオ制作組織である NPR の番組に出た時に全米からこうトゥルーストーリーを本当にあった話をこうお寄せくださいというふうにリスナーにこう募集したんですねで。そしたら全部で4000のこう実話が まあ小説のような形をとって、まあこう小話みたいな形をとって、全米から寄せられた。その中でもとても面白かったものを本にしたっていう、そういう一冊なんです。もうこれがどこから読んでも面白い。そして、ああ、もっともっと読みたいって思わされる一冊ですね。あの、ショートショートというふうにも言えるし、まあ実話のショートショートというふうにも言えるし、でも いやいや、これはあの事実という体裁だけれどもフィクションでしょうというふうに踏んで読み進めていくのも、まあ、それでも非常に面白いですねたった1ページで終わる話もあれば、まあ、4ページぐらいで、えー、ちょっとボリューム感があって終わるような話もあるんですけどあまりにもうまくいきすぎている話だったりそれからあまりにもうまくいかなさすぎる話だったり予想外の話だったり、えー ここまでこう物語の三段銃撃を受けられる、シャワーのように浴びられるっていう体験は、ちょっとないと思いますね。どのページを読んでも高品質っていうのが、この本のすごいところだと思います。えー、とポール・オースターのナショナルストーリープロジェクト第1巻。えー、これは、あもし、水、えー、星ブッククラブで、えー、手に入れられなかったとしても、これぜひ読んでいただきたい一冊です。 それから、これはえと他の選書委員からはえ推薦なかったんですが、私が推した一冊です。これも新潮文庫から刊行されています、スタインベック短編集です。スタインベックっていうアメリカの小説家は、今はあんまり読まれないんですが、でもこの人は本当に優れた小説を書くんですよ。 特にアメリカの中西部、この人はカリフォルニア州の出身なので、そのあたりの農村地域の人々を描くことが多いんですが、そういったこう田舎で暮らす人たちの、アメリカの田舎で暮らす人たちのすごく繊細な部分とそやの部分、その2つが同居している様子っていうのを描くのがとてもうまい。特にこの スタインベック短編集の解説でお話ししているのは、なんで私がこの本に出会ったかっていう、サントリーのウィスキーの CM でこの本は、この本の中に収録されている小説が映像化されていたことがきっかけだっていうお話も詳しくしているんですが、特に私がこの中でもおすすめしているのが、 「朝飯」っていう10ページにも満たない短編小説それから一番最後に収録されている「怠惰」っていう小説この短編集の編集っていうのは日本独自のものなんですが一番最後に日本独自のタイトルを付けられている「怠惰」っていう一本はまあ読み終わったらちょっと1ヶ月ぐらいこの衝撃は大き引くかなっていうような あのそれぐらいの衝撃度を最後に残して、えー、終わる小説ですね。で特にこう小説が好きとかまあ小説が好きじゃなくてもいいんですけど音楽が好き映画が好きあの芸術っていうものの大切さをよく分かっている人間にとってこの一番最後に収録されている一本は 自分が信じてきたものをもしかしたら疑わなきゃいけないかもしれないそういうふうに読者に迫る一本でもありますでその上でやっぱり自分が信じるものには本当に価値があるのかどうかっていうことを、うん、判断を迫る一本でもありますねなのでこの一作品を読むためだけにでもこの本は手に入れる価値があります もちろん他の作品もあこれはいいねっていう作品たくさん収録されているのでこのスタインベック短編集これも非常にいい本ですよでそれから4冊目です門川文庫から刊行されている今のバージョンの花嫁家帳です寺山修司といえば戦後の日本文学カリスマ中のカリスマというかあの 非常に個性的な文芸の王様と言ってもいいような人物ですね。その中でも、寺山修司入門として最適な一冊かなと思います。1973年雑誌に連載された寺山修司の紀行文、旅エッセイみたいなものなんですけれども、まあ、これが面白い。寺山修司が日本全国を回って、その土地にある だだとか風習だとかか風習それから最近の事件っていうものを通して、まあ、そこにいる人々が実は抱えているであろう、まあ、特徴というものを描き出していくっていう結構謎解き要素も強く出ている文章なんです。でも私たちみたいにこう寺山修司という存在を まあ、寺山修人の存在知らないという人もたくさんいるでしょうけれどもある程度寺山修人のことを知っているという人にとってはここに書かれていることって本当なのかなっていうふうにちょっと疑いたくなる内容でもあるんですよ。あ,のあまりにも面白すぎるんです。 多分、寺山修司はここで取材している、まあ、あの沖縄県の狼島とか、それから浅草の見物小屋とかっていうところに実際に足を運んでるんですよ。で、そこにはあ実在する人物の名前も出て,こる出てくるんです。だから、あそういった人たちとの会話っていうのは実際にあったんだと思う。けど、そこで寺山修司が発見したいろんな人々の様子っていうのが あまりにもフィクションが勝っている。それはわざとらしいということではなくて、あ、もうこれ一本の小説として成立してるよっていうぐらい、すごく自然ですごく裏側に人間の闇を感じるような、そういうフィクション性、とてもリアルなフィクション性を感じるんです。まあ、寺山修司って、その 現実の世界にいかにしてフィクションを導入するかっていうことをずっと考え続けた人であるので、まあ意図的にそういうことは考えてたんでしょうけれども、それにしても、この寺山修司の紀行文が描き出している、まあ、この昭和という時代まであったで、もしかしたら今日でもまだ残っているかもしれない、ギリギリあるかもしれない、この日本の文化の闇の部分、 裏側にあるこの人間の闇っていうのを、この本はいろんな角度から描き出しているなと思います。まあ、それを素直に面白いと言っていいのかどうかはわかんないんですが、でも、読者からすると思わず面白いと言ってしまいたくなることをずっとテレマ修二は書いている。1ページ残らず面白いってつい言いたくなっちゃう本です。で、えっと、解説動画では、 寺山修司っていうのがどういう存在なのかっていうのを簡単に説明した上でこの花嫁家長という本の中身特に一番最初の沖縄県の島島民たちがとても閉鎖的で外部の人たちを歓迎しないっていう島に行く話について詳しく取り上げていますそれから解説動画の一番最後にはこの今観光されている 門川文庫版からは削除されているエピソードがあるっていうお話をしています。えっ、ー、とこの花嫁家長はですね、角川文庫から以前古いバージョンで一回出てるんですよ。で、それからあ私が親しんでいたのはこの中古文庫から出ていた花嫁家長なんですね。で、この古い文庫本には、えーと、刀剣についての、この犬を戦わせるっていう刀剣についてのエピソードがあるんですが、 今回、えー、取り扱う、販売している角川文庫版、今手に入る角川文庫版では、この刀剣のエピソードはバッサリ削除されている。でその理由っていうのは書いてないんです。で,でも、まあ私なりに、あこれが原因かなっていうのをちょっと考えているので、えーまあ、その部分を解説動画の一番最後でお話ししています。そして、えー、5冊目ですね。 文庫です向田邦子は一般的にはドラマの原作者とかドラマの脚本家としてよく知れた人だと思いますがエッセイでもとても有名です特に父の詫び状とかあとは字のない手紙とかっていうエッセイは私の世代だと中学校の教科書に掲載されてたんですよ で特にこの字のない手紙っていうのはこの本に収録されているエッセイで、えー、向田邦子っていう、まあ、私の親世代ですよねにとってはあこう親しみのある人物の文章が載っていたっていうことですごく記憶に残っていますただこの本はあ私以外の選勝委員の方から推薦してもらった一冊なんですが私 向田邦子、嫌いなんです。それも大嫌いと言ってもいい。で、この感情は、この中学生の時に、向田邦子の父の異常じゃない、えっ、ー、と、字のない手紙を読んだ時からずっと続いてるんです。で、これなんでなのかなっていうのが、今までは言語化できなかったんですよ。でも、今回解説動画を撮るにあたって、ようやくこれが言葉にできるようになりました。結論は、 向田邦子って大衆向けのエッセイストとしては一流の才能を持っていたんです。でも彼女は芸術家ではない。アーティストとは呼べない。でそれがなぜなのかっていうのが、まあ、私が向田邦子は嫌いな理由でもあるんですけど、その理由っていうのを詳しくこの解説動画でお話ししています。で これがあるからこそ、この向田邦子が嫌いっていうことがあるからこそ、私この本はすごく面白く読んだんです。なんでそんなことになったのかっていうのは、ぜひ解説動画をご覧いただければと思います。特にですね、この向田邦子のエッセイは、 他に有名な作品だと、えー、中野のライオンっていう,う作品がこの収録作の中にあって、何か芸能人の方が、あの、このエッセイがいいんですよっていう風になんかどこかのメディアで言ったらしいんですね。こ向こう田邦子が、えー、と電車に乗っていたら中野駅の近くで、えー、ライオンを飼っている男性がいた。で、それを車窓からあーこう見たんだけれども、まあ何せこう通り過ぎる一瞬のことだったから、 錯覚かもしれないでも確かに自分の目にはこう若い男性のすぐ近くにこうライオンが寝そべっているという、まあ、そういう風景が見えたんだでも周りの人たちは、えー、誰もそれに気がついてないっていうもしかしたら幻覚だったんじゃないかみたいな話があったんですが実はそれは幻覚じゃなくって本当に中野にライオンがいたんだっていう話がここには書かれてるんですよねそれから、えー、もう一本 あの私がこれぜひまず読んでくださいっていうふうに、えー、解説動画の中で話しているのが「ツルチック」それから「クツルチック」っていう連作2本があるんです向田邦子が幼い頃に父から飲ませてもらったツルチックという謎の飲み物、えー、30年以上生きてきてこんなに美味しいものを今まで飲んだことはないというふうに言うぐらいのものなんですが これも周りに自分の家族と一緒に飲んだので、ツルチックについて家族を覚えてるはずなのに、誰も覚えてない。やっぱりこれも自分の間違った記憶なのかと思っていたら、ツルチックも実在したという、それは一体何だったのかっていう話が収録されているんですが、まあ最後の一行は、水星ブッククラブのメンバーの方というより、この動画をご覧になって、 この5冊のラインナップをもうすでに知っている皆さんにとっては、あって思うような一行で終わっているんですね。ここを注目していただきたいと思います。さあ、2月の文庫本特集5冊でした。もうすでに3月の本も取り扱っています。解説動画とインタビュー動画は、 配信するのはまだ先なんですけれどもね、楽しみにしてください。1冊目が北沢と音獄、2冊目が川崎明子のともぐい。この3月の5冊は、もう事前に1月の時点で候補,候補というか、ラインナップもツイッターで紹介していたんですが、紹介した後に川崎明子をこのともぐいで直木賞を受賞しましたね。それから 今波書店のこれよく出したなと思います。非常にいい本が出ました。えー、戦争語彙。オスタップ・スリビンスキーという人が書いた本をあのロバート・キャンベルさんが翻訳して、でそれからあこの本にまつわるエピソードをあのキャンベルさんがあこの本の後半部分で書いてるんですけれどもね。この本はうんと爆発的に売れる本じゃないかもしれないけど、 歴史に残る本じゃないかなと思います。それぐらい長く語り継がれる本になったと思います。あの詳しくはまた、あのこの YouTube のチャンネルでもあのお話し,しますねえ。そして、岩波書店からもう一冊、谷川俊太郎とブレイディ美子の往復書簡その世とこの世です。えー、これもあの、最近の谷川俊太郎がどんな生活をしてるかっていうところもあの含めて、これも非常に面白いですね。 それから、えー、3月の一冊、えー、初めて、水星ブッククラブで初めて歌集を入れました。えー、左右者から刊行されています、えー、田中梅子の歌集、私は日本狼アレルギーかもしれないが、もうわからない。これ、タイトルがの短歌になっているわけですが、もう最高の一本ですね。のこれ、解説は穂村博史なんですけれど、あの解説って、 まあ、あの歌集の解説っていうのは正直あってもなくてもあのこの短歌の方で勝負できてるのであの作品を見ていただければ面白いっていうのが「まあ、歌集」という本なんですけれども田中梅子の短歌のうまさ面白さっていうのはちょっと前例がないですね。あのここまでの短歌でしかもこう 幻想性、幻想文学に近いような短歌っていうのは今まで、えー、たくさんあったし、おお、よくこんなもの思いついたっていうような短歌たくさんありましたけど、それとは違う生活に根ざしたあ笑える短歌で、しかも、いや,いや、よくそんなこと思いついたねっていうようなあアイディアが連発されている歌集ですね。もし、水星ブッククラブでこの後、 歌集とか俳句、句集を扱うことがあるとしたら、田中梅子のクオリティに肩を並べられるかどうかっていう、すごい高いハードルで精査することになります。それぐらいいい本になりました。これ、電子書籍で出ていないので、の紙の本であのご購入いただくことになります。月も 非常にいい本を取り揃えていますがま,あまずは2月の本を読んでいただいて解説動画を見ていただいてそして月末には連休にそれぞれの本の読書会を金曜日土曜日日曜日の休日の夜に開催しますのでそちらでぜひ感想を語り合えたらと思います皆さんの感想をお待ちしています。